どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイの、新規入会キャンペーンっていうのがね始まりましたんで、今回ねこちらを、解説ねしていきたいと思います。このマリオットボンボイの新規入会キャンペーンっていうのは、このマリオットボンボイのね会員プログラムに入会する、キャンペーンなんですけども、こちらねのようなねキャンペーンね、まあ私が知る限りね、今までなかったキャンペーンですので、どういう方がねおすすめかっていうと、 SPG アメックスをね、発行検討されている方はですね、ぜひねこちらのキャンペーン乗っていただきたいんですよね。っていうのも、この SPG アメックスをね発行する際にですね、このマリオットボンボイの会員登録っていうのはねしなきゃいけないんですよね。まあ流れ的には会員登録をしてから、SPG アメックスを発行するみたいな感じで、まあ利用するんですよね。ですんで、まあその前段階としてね、このキャンペーンねぜひね利用していただきたいなと思います。まずねこのキャンペーンの概要なんですけども、キャンペーンのねこの期間中に、新規入会、まあ新規にね、会員登録した後にホテルに2滞在すると1泊分のね無料宿泊券がもらえますっていうキャンペーンなんですよね。いやこれすごいお得なキャンペーンですよね。で期間が、3月13日から、2020年の7月29日までに行う必要があります。このキャンペーンのね支払い上限、まあ2滞在をする支払い条件なんですけども、現金を伴う支払いというふうになっておりますんで、あのポイント宿泊とかでねしちゃうと、まあ、こちらカウントされませんので、新規入会してねすぐポイントで宿泊する方はまあいないと思うんですけども、 SPG アメックスをね、入会すると、まあ、キャンペーンとかでね、まあ後で紹介するんですけども、ポイントもらえたりしますんで、そちらのポイント宿泊は対象外っていうふうになります。で、獲得できるね無料宿泊券なんですけども、一括2万5000ポイントのマリオットボンボイホテルの無料宿泊券がもらえます。でこちらの無料宿泊券のね有効期限は1年間っていう風になっております。でねこれまず注意事項がありまして、まず今現時点でマリオットボンボイの、会員登録されている方は、対象外っていう風になります。でもう一つね、あのマリオットボンボイのねこのキャンペーンではよくあるんですけども、あの今回のこのキャンペーンも2滞在すると1泊分の無料宿泊券がもらえるんですよね。でここ注意していただきたいのは、この1滞在っていうカウントですね。1滞在っていうのは A ホテルに1泊 B ホテルに1泊すると1滞在ずつになりますよね。ですけども A ホテルにね、何泊しても、1滞在っていう風になりますんで、その点はね注意してくださいね。でこちらね URL は、こちらの動画の概要欄にね、貼っておりますんで、参加される際はですねそちらの URL からね利用するようにしてください。で、この2万5000ポイント、まあ、無料宿泊でもらえる2万、5000ポイントの対象ホテルなんですけども、マリオットボンボイは、まあ、ホテルがねカテゴリーで分かれておりまして、2万5000ポイントだとカテゴリー1から4のホテルにね、宿泊することができます。で、国内の場合ですね、4ポイントバイシェラトン、4ポイントバイシェラトン、名古屋中部国際空港、コードヤードバイマリオット白馬、モクシー大阪本庁、神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ、ウェスティン淡路リゾート、カンファレンス、シェラトングランデオーシャンリゾートっていう風に、国内のホテルだと全部で7カ所ですねから、まあ、宿泊できる、まあ、無料でね宿泊できるんですよね。この中でね、まあ、おすすめっていう感じになると、まあ、ホテルのブランドでねマリオットボンボイっていうのは、まあ、クラス分けみたいのがされてまして、今言った、神戸のベイシェラトンホテル&タワーズ、ウェスティンね淡路島リゾート、シェラトングランデオーシャンリゾートっていうことで、まあ、こちらねシェラトンとウェスティンっていう風になっておりますよね。このねシェラトンとウェスティンっていうのは、このマリオットボンボイのねホテルクラスの中でもプレミアムクラスっていう風になってまして、まあ、それ以外の、4ポイントとかねコードヤードモクシーとかよりかは、クラスが上のホテルになるんですよね。まあ、個人的にはですねできればこの、無料宿泊券をね、ゲットされた方はですね、この3つでね、利用していただけたらなと思います。特にねシェラトングランデオーシャンリゾートっていうのは
先日マリオットボンボイのカテゴリー変更ね、ありましたよね。まあそちらも動画出しておりますんで、もしね気になる方は見ていただけたらなと思うんですけども、3月3日まではですねカテゴリー5だった、シェラトングランデオーシャンリゾートなんですけども、まあ、3月4日にねカテゴリーが1個下がって、まあ、4になったっていうことで、まあ、こちらね私自体はね行ったことないんですけども、ツイッターとかで、ね写真とか見させていただいていると本当に良さそうなホテルなんですよね。ですんで、まあ、カテゴリーもねこの前まで5だったっていうこともありますんで、まあ、私の中ではねこちらがまあ一番おすすめかなっていう感じなんですよね。でちなみにですけども今ね国内ホテルをね7つぐらい紹介させていただきましたけども、まあ、この2万5000ポイントはねもちろんね国内でも利用できますし、まあ、海外でも利用することができます。でこのね2万5000ポイントですね、ニューヨークの、AC ホテルとかね、そこら辺だと、2万5000ポイントねニューヨークでも利用できたりしちゃいますんで、やはりねかなりお得ですよね。次にこの SPG アメックスをね発行検討されている方はですね、こちらねぜひねこのキャンペーンね利用していただきたいなと思うんですよね。先ほども言いましたけども SPG アメックスを発行するにあたって、まあ、マリオットボンボイのねあの会員登録っていうのはしないと SPG アメックス発行できないので、 SPG アメックス発行する際にですね、まあ、こちらのキャンペーン乗ってもらって、で実際に SPG アメックスがね届いて、SPG アメックスを持った状態でねこのキャンペーンを利用されると、あのマリオットボンボイのねあのゴールド会員の資格がねこの SPG アメックスでまあもらえますので、客室のアップグレードとかねレイトチェックアウトなんかもね利用しつつ、さらにねこのマリオットボンボイホテルを SPG アメックスでね支払うことによって、まあ、最大 18.5 ポイント1ドルにね対して貯めることもできますので、もしこのキャンペーンに乗るのであればね SPG アメックスねあった方がいいかなって個人的には思いますね。まあ、とはいえね、まあ、SPG アメックスはね年会費が3万1000円というふうに、まあ、年会費が高いので、まあ、個人的にはかなりおすすめなんですけども、まあ、最終判断はねしていただければなっていう感じですね。で、今回ねこのキャンペーンで2万5000ポイントでね無料宿泊券がもらえますよね。でプラスして SPG アメックスの方はね3ヶ月以内に10万円使うと最大3万9000ポイントまでね獲得することができますよね。ですので両方ともねポイントをね取得することができればですね、キャンペーンでもらえた無料宿泊券で2万5000ポイントで1泊で3万9000円でね同じホテルにもう1泊でもいいですし、まあ、他のホテルにねもう1泊するなんてこともねできちゃうわけなんですよね。だからこのキャンペーンねあの本当に SPG アメックスね発行を検討された方はねかなりおすすめなんですよね。いかがだったでしょうか。今回はですねマリオットボンボイの、新規入会キャンペーンね、解説させていただきましたけども、いやね私の知る限りねこんなキャンペーンやってなかったので、やっぱりあの SPG アメックスをね発行検討されている方は SPG アメックスね発行した後ねマリオットボンボイホテルね宿泊することがねやっぱり多いので、まあ私もマリオットボンボイホテルにね結構宿泊したんで、ぜひね SPG アメックス検討されている方はですねこのキャンペーン乗っていただけたらなと思います。でねちょっとねあのこのキャンペーンとはねちょっと関係ない話、まあ関係はあるんですけども、直接関係ある話ではないんですけども、最近のねコロナウイルスの関係でマリオットボンボイホテルがですねかなり、ポイント数が下がってるんですよね。ですのでもしね、予約ね近々持たれている方は自身が、持たれている予約現金でもそうですし、まあ、ポイントでもね宿泊予定をねされててもう予約取ってる、まあ、結構前から予約取ってるみたいな人はねちょっとねもう一度ねホームページ見てもらってあのポイントがね下がったりしてないかね確認だけしてくださいね。でプラスして今ねあのこれスマートフォンアプリだとちょっと見れないんですけども、携帯の、ウェブの、マリオットボンボイのページもしくは PC のね、マリオットボンボイのページだと以前は見れなかったんですけども、ポイント宿泊する際に今まで対象の部屋っていうのは本当に1つ2つ、まああってね3つか4つとかだったと思うんですけども、更新されたんだと思うんですけども、ポイント宿泊の、あの対象の部屋っていうのがかなり幅広くなって、中にはねスイートルームなんかもマリオットボンボイポイントでね、宿泊できるようになりました。もちろんね、必要ポイント数は
とても上がるんですけども、特別な日にできればねすごいいい部屋に撮りたいみたいな時もねもちろんあると思いますんで、まあ、そういう時にね、ぜひね利用していただけたらなと思います。これはね普通に何かするわけではなくて、マリオットボンボイのねホテルのポイント宿泊でね検索すると出てくるようになっておりますんで、まあ、まだねそれ見てないよって方はねちょっとね一応見ていただけたらなと思います。まあ、ポイント数高いですけども、あこんな部屋まで予約できるんだっていう感じでね結構ね選択肢広がってね面白いですんでね今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。